はい、ということで、じゃあやっていきますよ。バイオハザード RE4 実況続きでございます。さあさあ、前回、教会の鍵を手に入れることができたので、今から戻ろうというところなんですけど、まずバッグの中、アタッシュケースの中皆さんに見ていただきましょう。はい、こんな感じでございます。アタッシュケース、大きさ変えました。1段階上の L サイズを買いましたと。で、皆さんびっくり。スナイパー買っちゃいました。いやー、やっぱスナイパーはね、ロマンよ、ロマン。射撃訓練場でもスナイパー使ったけど、やっぱ使いやすい、使いやすい。しかも離れたところからドッキュンコできるから、近づかれる前に敵の数減らせるっていうのでね。はい。そんなもんでございやしゅ。じゃあ今から、ここ、マップから見ると、まあ、村の祠開けるのは開けるでいいんだけど、採石場から戻ってグルリンチョスして、教会に戻って、グラハムさんを助けに行きたいと、いうところだよん。でも全然敵がいそうだよん。これこっちからどうやっていくんだっけ、もう覚えてないね。いけるよな、こっちから。もうこっちから来たんだからな。落石とか、え、待って、やべ、いろんな記憶ごっちゃんごっちゃん。これはまさか、いや今ね、金目のものにはね、俺もう目がないよ。もう欲しくてしゃあないね。あ、これもしかしてフルコンボボーナスできる。やばい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 、興奮のあまり来たね、トリオボーナス。いや、2万7000円の価値ですね、これ。ありがてー、最高。まあまあまあ、また今度ちょっと商人見つけたら売りに行きましょうや。あ、ここだね。まず光ってか、燃えてなかったしな、キャンプファイヤー。もうやるの早速だ。スタートから、ちょっと待って、武器大丈夫か。レッドナイン。わ、いや、ショットガンでボコスカ行く？もったいねえか。まあ、グレーがあるから、いっか、最悪まん。いや、行こう。よし！ですよね。やっぱここボス戦だ。前作もここで巨人と戦ったんだよね。うわぁ、クソカルトの偉い人みたいなのが出てきたわ。ああいやさぁ、やめようよ、そういうさ、強大な武力を持つのは。マジか。やだ。強いんだよ、こいつ。巨人を倒す、了解。レッドダイン、これ、効いてる？あぶねえ。一旦リロード。リロードの時間長いから、敵が大振りした時に、まあ、攻撃したいんだけど、攻撃に集中すると。ナイフ使え。ねえ、一発強すぎない？いや、とりあえずフル満タンで回復して後ろ行って、はい、大振り攻撃する。やっぱ連射速度が悪すぎて全然連射できないけど、一発はでかいから2発撃てばハンドガン3発分なのよ。あっぶねえ。よし、ひるんだ、ひるったのか。まあ、露骨にとりあえず弱点出してきたからドッキュン最高。これもしかして命令ですよね、これ連打か。いやだ、ザッザッ食らえ、アキソザメ。よし、連続入った。で、キッチンナイフ、ああなるほどね、使えってことね。けどとりあえず散らかす。で、一旦避けるよ、タックルくる。これタックルどっかにぶつけさせるとかないよね。さあどうしようか、ハンドガンの弾切れたよ。ボルトだな。連射速度が少ねえ武器ばっか使ってんな俺。撃て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 、出た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 ら、やばい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 、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、やっぱ落ち着け落ち着け、俺倍率やめろ、やばいやばい。あー、とりあえず、はい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 、
待って無理無理ちょっと待ってくださいよ。引っかかってる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 。ちょっとやめて、危ない。よし、オッケー。スナイパー俺に持たせたらこんなもんよ。はい、じゃあ連撃いきましょうか。ボス戦は大体3回ある、大体3回ある。これもう1回やんなきゃいけないけども、ハンドガンの弾ない。リロード1回して、ボルトチャージ。大丈夫、ボルトの威力はマシマシだから、すぐ、そうね、すぐひるむ。もう出たらすぐ。え、マジで？嘘でしょあの復帰早ない？めちゃめちゃ現金リンリン丸してるやん、あんた。あ、いや出てるか、弱点出てるわ。いや、一旦隙作ろう。はいはい、ラージャン、ラージャン、ラージャン終わりだ。ねんねしときな、でかけりゃ強いってもんじゃねんだよ。まだ終わんない？あれ、おいおい、お約束通りやってくれよ、そこは。おいおいおい、3回で倒れるって約束でしょ、こっちの。おいおい、俺との約束守ろうぜ。ボスは3回攻撃したらもう終わりっていう約束、そういう約束でこっちもやさ動いてんだからさ。あー、やっべ、弾なくなった。やっぱ上打たなきゃダメだな、あれ。はいはいはい、うまいやっぱスナイパーなんだよな、やっぱスナイパーなんだよな。お前落とせよ。いや、あ、ボルトやっぱ、あ、待って、ボス戦もうボルトで良さそうだな。全部回収できるわ。てっきり俺さ、ボルトを使ったら消えるかなと思ってたんだよ。さすがにボス戦だし。でも残るね。まあでも多分なんか倒した後下に落ちてっちゃうとか、そういう敵はダメなんだろうな。消えちゃいそう。あら、アイテム持ちきれなくなっちゃったわん。幸せな悩みだ。ライフルの弾とりあえず作って、でガンパウダー、これで拾えるよな。オッケーオッケーオッケー。その他ここに落ちてるアイテムとかあるかな。あいつが出てきたところなんかない？あるね。ベルベットブルー、ありがとう。あ、懐かしい飼育記録、これ前作にもあったやつだね。まあ6ヶ月歯が生えた、この時はまだちっちゃいんだね。ちっちゃいっつっても、まあ犬丸飲みするぐらいのデカさね。今のさっき戦ったあいつからしたらまだちっちゃいってことね。で9ヶ月でもうとんでもないことになったわけよ集会所で手狭ってとんでもないからね、デカさから考えたら。で10ヶ月はもう成長止まらない。またで1日で生牛1頭を3日で平らげる。これどうなんだろう。なんか俺も頑張れば3日で牛1頭食えそうな気がするけどな無理かなどれぐらいの肉取れるんだろう。うん、さすがに無理か。で生まれてからね、生後1歳、そしてプラス2ヶ月でもう人を食おうとすると。でまあなんだかんだこれ予約すると、まあでげえやばいやつに成長して困ったよっていうそういうことですわ。もうさ、制御できない強い力を持つな制御できないんだったらもうやめなさい。何これ、え、こんなに道2つあったっけ。いや、できればね、今もう戦闘をね避けていきたい。ちょっときつい。ハンドガンの弾が65発あるから大丈夫だろって思う人いるかもしんないんだけど、全然溶ける、瞬溶けする。ハンドガンの弾、敵が強くなってきてる。その特殊感染者になってから硬いし、まあ、ただでさえ首折れゾンビとかになるのに
さらにもっと気をつけなきゃいけないわけじゃん。頭ぶっ飛ばしたまま頭から出てくるわけでしょ。ちょっと待ってね、何出てきた？犬か。やめろ、やめてくれ、頼む。マジふざけんなよ。マジでふざけんなよ。これ正面から入んなきゃだよな。え、いるよな。でも多分ここ一匹だけもしかして出てくんの。全然そしたらいいんだけど。はい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 、ちょっと待て、ハンドガン、あー待って、6個でさ作れないよな。ちょっとショットガンの弾やっぱもっと量産するべきだと思う俺は。だからちょっと取っとくか。じゃあ手に入れたばっかの鍵使えますか。教会円盤の鍵、はい、ガッシャンコ、おしゃれー、すげえよな、こういう作る職人さんってほんとすごいよね。みんな知ってる？なんか125回箱の辺とかをカチカチ動かさないと開かないからくり箱っていうのがあるんだけど、まあ有名なんだけど、俺一回挑戦したことあんのよ。なんか初心者でも簡単、なんか30回で開けられるみたいな。全然初心者に優しくなかったよ。普通に難しかったよ。すごいよね、解くのでさそんだけ難しいのに、作るんだったらその倍以上難しいわけじゃん。日本の職人さんにはもう本当に手が上がりませんわ。頭が上がりませんわな。あ、サブマシンガンの弾、俺絶対今回サブマシンガン使わねえぞ。一応持っとくか。いやー、サブマシンガンね、わしあんま好きじゃないよ。青いダイヤル、いやバイオの中ではね、普通のなんか FPS とかだったらサブマシンガン好きなんだけど、バイオだとねサブマシンガンより一発ドッカーンの方が気持ちいいんだよね。さあまたアイテムがパンパースになってきたよ。嬉しい悩みだね。さっきそこにレバーあったけど一回引いてみるか。おそらくちょっと謎解いたら反応するってやつ。あ、違う、あ、ここでできんの？一回でできちゃうんだ。前作ほら、前作毎回言っちゃうんだけどさ、二回で確かこれやるところがあったんだよね。ね、これはここかな。これね、後ろのそのステンドグラス見ながら合わせるやつなんだよね確か。どこ見て合わせようかな。これはここか。で赤は、あれこれ赤どこで合う、こうか。 OK、 今のこのパズルは簡単だったね。余裕も余裕でしたね。え、これ何、もう取れないよってこと？あれ、なんか俺トレジャー逃した。いつもなんかポイント合わせるとトレジャーって出てくんだけど、出てこないってことは取ったら消えるはないと思うんだよ。回数が違う。あれ、しかもこれエキスパンションパスのやつじゃない。まあどんまいっか。アシュリー、ちょっと待ってな、ごめんね、何回も開いちゃって。この奥にお宝ありますわ。あ、そうだ、アシュリー探してたんだ。そうだ、アシュリー探してたんだ。お宝探しにやっぱ夢中になっちゃってたわ。ちょっと卵食うわ。卵食って、
これ L サイズだった、 L サイズだ。どうしよう、アサルトの弾とか弾預けられれば一番いいんだけどさ、まあ、金余ったらアサルトてかサブマシンガンか、使うか、卵食うか。待て、わずかに回復、こっちだな。よし、よいしょ。あー、もったいね、すげえもったいねでもしょうがないよね、アイテム拾えなくなっちゃうもん。素材得るは欲しいし、そのライフルの弾作るのにも必要だし、作っちゃおう。クラフト、ボルト作るか。かける3って何なんだろうこれ。あー、なるほどね、サバイバルナイフで作るってことね。オッケー、まあこんだけボルトがあれば大丈夫。もう本当はいらないと思ったんだけどね、ボルトこれ以上。じゃあ行くか、オープン。アシュリー、アシュリー・グラハムいるのか。ちょっとムービーの時は黙るように心がけるわ。来ないで、レオン、大統領の命で君を泣けるぜ。一人じゃ危険だ、俺の言うことを聞いてくれ。何なのあれは、あそこ。彼らを追え迷い子が逃げる。ベルセフィーレース、哀れな子らに救いよ。ま、今みたいな感じでムービー見ていただいた通りですわ。第一目的であるアシュリー・グラハム大統領の娘の救出はできたんだけど、それがバレたね、激ヤバクソカルトの教祖様に。で、自分たちがいる教会の周り囲まれちゃったよって感じでございます。じゃあ一旦セーブします。どうしよう。君のお父さんに頼まれた、だから俺を信じてくれ、言うことを聞いてくれないか。必ず君を無事に返す。分かった、分かったわレオン。よし、さあ動けます。まずはここ出るぞ。チャプター5に移りましたと。でここから奴らに気づかれると、アシュリーを連れ戻そうとするのさ。じゃあどうしようかってところでスニークですね。スニークでなんとかしていこうっていう感じでございます。だけど俺は忘れていない、ここにトレジャーがあることを。どこだ、お宝の探し。あれ、どこだ宝。ここら辺の、あったあった。よしよしよし、これ絶対必要だからお宝は。で本当は隠れながら行かなきゃいけないっていうか、隠れながら行くこと推奨されるんだけど、戦っちゃおっかな俺。コソコソしてんの好きじゃねえからさ、やっちゃおっかな。どうせ入り口はあそこしかない、あっこのはしごを登ってこなきゃいけないから、やっちゃうのも手だよね。一個アシュリー、あ、いや上から行けんのかこれ。あれ、あのはしご、大丈夫大丈夫アシュリー。
なんでそんな一人で行っちゃうの？ちょっと待ってよ。一人で行かないで。スカートのぞきやろうとしたのに、視聴者の男子諸君にお届けしたかったのに。くそ、リメイク版でなしにされてるぜそのシーンは。うっそ、ハンドガンの弾もう拾えない？いや、そんなことねえよな。あ、ボルト用マイン、普通に出てくんのかい、ボルト用マイン。ありがてえ。ショットガンの次に多分俺が持ってる武器の中で強いのかな今。アクセサリーメガネ、ウェリントン、なんだウェリントンって。多分お宝だよなこれ。あ、お宝じゃない、俺今何拾ったあれ、あ、アクセサリーメガネってそういうことか。はい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 、なんかね変えられんのよ。あー、タイプライターじゃなきゃダメか。アクセサリーつけられんの。待って待って待って、ネズミいるやん。害虫駆除、追い込み漁業して、このゲームいっちゃんネズミが強い。ネズミがいっちゃん強い。ちょっと待って、画面酔いするかもしれないからみんな目つぶってて。絶対当たんないんだけど。イライラしてきた。マジで当たんねえ。ふざけやがって、クソ誰がマジで死ぬほど時間かかったんだけど、やめてくれ。あ、ごめん、眩しいね。いやー、シュリーかわいいな。バイオに出てくるキャラクターの中で多分2番目ぐらいに好きだわ、女性キャラクター。一番はもちろんエイダ・ウォンなんですけど。レンは特殊な訓練を受けてるんでね、足腰は最強です。どうよ女性の皆さん、こんなイエメンに。大丈夫だ、受け止めるなんて言われたら怖くても行くよね。俺もなんかめちゃめちゃ美人な人が大丈夫だ受け止めるって言われたら飛ぶかもな。いやでも受け止められねえな多分この高さから降りて受け止められるのは吉田沙保里さんぐらいだろうな。吉田沙保里さんだったら受け止めてくれる気がする。あ、ありがとう。めちゃめちゃ強いからね。でもあの人プライベートめちゃめちゃ可愛いんだよ。よいしょ、ハニガン助けたぜ。本当に彼女は無事なの？まあ無事だけど。コンドルワン大丈夫、有能だよコンドルワンは。オッケー了解。そうね、天気悪くなってきてるからね、できれば早めに行きたいね。はい、回収地点ここでございます。まあ農場抜けてった先になるんで、ここから結構距離あんのよ。まあ境界抜けてって、でまあ細道のところ行ってね、で集会所くぐり抜けて向かっていくと。だけどさ、行けるのかな、こっちから。こっちからぐるーっと行ってった方が安全だよな。まあそっか、でもこっちの採石場のここってもう閉じられちゃってんのかな。この先行くか、離れるなよ。そう、こっからめっちゃ大変なのが、でアシュリーと一緒に行動するんだけど、アシュリー戦う術がないから。だってただの娘っ子だからね。アシュリーはね、敵が近づいてきても反抗することができないのよ。でそれおろか敵に見つかると連れ去られてっちゃうのよ。である程度の距離取られちゃうとゲームオーバーになっちゃうから、まあ一旦ここの中入ります。アシュリー入ってもらう。これまだあれかな、あぶねえ。アシュリーに指示出しはできないのかな。距離をくれ、そばにいろ、離れてろ、近くにいろ。いや、いけるね、離れてろ。いいよ行こう。じゃあもういいぞ、
いいよ。行こう。こっち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 。こっち来て。距離をくれ。行こう。もういいぞ。待ってて。一旦アシュリーを離れるな。オッケー。ちょっとめんどくさいけど。よいしょ。この安全地帯に置いときます。あ、アシュリーね。で、俺はここから敵を一掃していきたいんだよね。ここにいりゃ多分アシュリーも大丈夫だと思うんだよ。タイプライターという聖域だから。行くか。やりますか。なんで出てきちゃうの？離れてろ。行こう。ちょっと待って。ダメ？もしかして。ここに閉じ込めとく作戦。わかった。寂しくなっちゃう。アシュリー、もしかして。行くぞ。ダメだ。寂しくなっちゃうんだ。おい、俺の作戦ダメか。一体か。一体ならいける。バカ、アシュリー走んな、アホ。おバカちゃんかい。君は。離れてろ。行こう。やばい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 。危ねえ。離れてろっつってアシュリー置いてくとこだった。危ねえ。危ねえ危ねえ。ちょ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 。まだそこにもう一体いるから。どこ行った？あ、めんどくさくなってきたな。あ、ダメだ。戦おう。倒します。全部。そこ一人。こん中いっぱいいる人だって。ああ。倒します、倒します。めんどくさいんで、もう。隠れて、もうやってんのは嫌だ。やべえ。これ、ほら、出てきたでしょ。アシュリー、さらわれちゃうってやつ。はい。はい。やべえ。こりゃ参ったな。行くぞ、アシュリー。アシュリー？アシュリーも先行、フラッシュマン食らっちゃうのか、それ。そっか、人間だもんな。行くぞ、行くぞ、行くぞ。さあ行くぞ。バカ野郎、いや切りないわ。アシュリーをおとりにして戦う。あれ、あ、でも行ったな。あ、行けちゃった。もっとしつこく追いかけてくんのかなと思ったけど、あ、ここ承認エリアか。じゃあ大丈夫か。まあいいや、戦わなくても逃げられたっぽいね。フラッシュバン使えば。よーし。あー、待って待って、その前にお宝。あ、オッケーオッケー、合体させたね。じゃあ売りましょう。いやー、突破できたな。なんかもっと難しかったイメージあったけどな、そこ。ありがてー、簡単になってのありがたいね。バックンの容量が多分やばいね。次は売ってるかな、新しいバッグ。売ってねえな。そっか、売ってないな。デーオン専用のカスタムが施されたハンドガン。これなんか後々強化とか、もう悩んでてもしょうがないわ。ハンドガン売るわ。ナイフの改造とか修理が何よりも優先だわ。ハンドガン売っちゃった。じゃあ一旦ここでセーブするってところで終わりにしたいと思います。まあ、今回無事ね、アシュリちゃんを助けることができたんで、あれ？あ、銃向けたらさすがに怖いのか。ね、無事助けることができたんで、ここからアシュリと二人で二人三脚行動になります。ただでさえ難しかったのが、さらにワンランクグレードアップで難しくなりました。はい。
まあというところでですね、やばいや、特殊な変異を起こした狂犬を始末してくれだって。強固体の撃破、まあこんなん見てね、嫌な思いしたんで今日はここでおしまいにしたいと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。